スイッチの方でね、はい、スイッチさんの方でね、スイッチさんの方のイーストギークスマッシュっていうチャンネルの方でもね配信してるんですけど、はい、そうですね、あと YouTube の配信と違ってクリップが撮れる、はい、なるほど、君だけのお気に入りの数十秒をメモリーしちゃおうみたいな、なんだって、はい、配信サイトがございますので、はいはい、なんかね意味わかんねえし、意味わかんねえもう切れるしかねえみたいな瞬間を見かけたらぜひとも皆さんクリップを撮ってください。無理だね、言葉が荒くなってる、うん、あれ無理だわ。変わります、黒さんに。はい、敗北者黒です。いや、よく戦ってよ。いや、来る予定じゃなかったんですけど、うん、ザクレ2回はちょっと重いっすよ、重い重い普通に、なんか、身が重いっす、復帰できないっす、ゼロさんを使ってくるのに、ね。ということで、はい、ジョワリ出ました出ましたね。いや、これ実は別にあの、うん、ワリオが MK レオが勝ちすぎていけない顔をしてるんですけど、はい、多分結構いけますワリオは。へぇ、理由が何個かあって、一、うん、つはワリオの復帰が結構なんとかなるときはなるので、はい、なって、あの体重が重いんで結構、うん、あのその体重差生かして、うん、あのおならを当てる展開にまだできるのと、うん、あと近距離、あの近距離にある程度固めやすいキャラなんですよ、はい、ジョーカーかガーキャンが弱くて、うん、なんで確かに、まあ、いけなくはないから、はい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 、5ぐらいなんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、そこは使い手次第ですね。まあこうなんだろう、空中攻撃等でのしかかりやすくてかつ密着展開を作ったらシールドに対して強気にいけるというのがワリオというファイターなので、まあ、ジョーカーの弱みに割と突き刺さっていると。アルセーヌに対しても、まあ、かなりのロングゲームを狙うことによって一方的にオナラでリターンを取りにいけるっていうのも魅力の一つではありますけども、まあ、一応2フレも予告は結構いけて、はいはいはい、できなくはないのか、うん、まあ、けどちょっとこの展開はちょっと苦しいかもしれないですね、はい、あのアルセーヌをもうあまりダメージ食らえないパーセントまで来ちゃったかな、うん、本当にそう、うん、そしてうまい、うん、そしてあのこれバイクない時にストー出されるとワリオはやばいですよね、マジで、おいけど崖を、なるほどなるほど、うん、ここがきついですね、うわー、外側はね、後ろね、勇気の選択肢ですね。うわ、うまい、さすがっすね、うん、ということでちょっとまあ、うん、あれなんですね、ちょっといけて、ちょっとワリオ押されてますけど、はい、まあ、おならがあるんで、まあ、はい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 、そうですよね、実測ビハインドはないようなものというのが、ワリオというファイターのとんでもなさの一つではあるんですが、ここで、ここで結構ワリオ撃沈するの結構大変なんで、うん、ちゃんとそこはこうできるだけ直さえて、はい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 、行きたいところなんですが、まあ、やはりそこは準重量級の差がというか、コンボ体制はそこまでないということで、そうですね、はい。やっぱこの D… おー、うますぎる、今の下級を外側変更してるのもやべえなって思いましたけど、確かにその後追い切るのもさすがのアボナンゴでしたね。下級を DA がまだ本当てにならない距離だってのが分かった上で、はい、うん、その後の復帰を、はい、借りに行く空車でした、見事、こういうなんか細かい部分でうまさが出ますね、うん、かし投げ投げ、そして光りましたね、もう怖いですよ、村町なんでね、鍵端で何かの間違いが起こっても、だけど終点になっちゃったんで結構、はい、あの終点になると、うん、コンボ火力もそのワリオが落ちちゃうのと、はいはいはい、あと結構ワリオってあの空中横移動を生かすファイターなんで、うん、台がないとあのジョーカーに近づくの結構大変だったから機動力では勝てないんで、おうまい、いやけど多分、うん、まあ、ジャンプ読みはもちろんなんですけど、うん、あのガードされても多分、うん、激強、おわー、けど見せてしまった、高く飛びすぎましたね、そうですね、空上は比較的猶予長いんですけど、うん、ちょっとなんか別件もなんかいい感じでした、はい、ちゃんと外側分かってる、はい、まあ、けどしかしまあこっから時間をかければもう一回できるのがワリオ、うん、そうまだ戦えるステージも広めですから、なんかこうあれ食べれた呪いも食ってなければワリオですね、なんかこうあれですね、こう読み合いを早くしなきゃいけないからこそカウンターも機能し始めるっていう、そうですね、結構 4WiiU の頃であんまり考えられないよ、ね、はい、まあまあ、ま、あ、あーけど、ベケンがうまい、はい、しかし、これはちゃんと引き離し空車で逆にちゃんと奥まで関節つけて、はい、そうですね、空車の当て方がお見事でした、で今はどれぐらいなんだろう週ぐらいじゃないですか、週ぐらい、時間見てないんで、お、新しいコンボルトですね、空上空上で締めんじゃなくて、はい、もう一回空上の群れだって空上から空上でさらに伸ばしていくというルートでしたが、まだ火力伸びるのか、うん、このキャラって感じですよ、これはもう分かんないですよ、くぬ読み合い、これは難しい、うん、さてさて、もうそろそろ出勤しますね、はい、出勤しますが
ちょっとアバダンゴアリオも狙ってますよね。狙ってるということはあるということです。はい、これは復帰は？うまいけど、うまい。で、終わり。まだ終わらない。実はちょ、わー、もう、わー、復帰に使うしかないんだよな。じゃあどうするのこれ。あー、うまくない。地味に、あ、地味ってか結構うまくて、あのテトラ感って結構、うん、あの向いてる方向で決まったり決まらなかったりするので、はいはいはい、そこら辺もちゃんと分かって崖行きになる方向にやったと。うん、偉いっすね。そうですね、ステージ内側から復帰すればカウンターも。あとな、どうだったっけな、キャラ、ちょっとキャラによるんで、ここはキャラによるんだ。キャラによるってか、なんか俺が詳しくないから、俺ゼロサムでの生き残り方しか知らないんで、うん、結構あのテトラカーンされるときに、はい、向いてる方向をあの崖外にすることで内側に飛ばしてもらうっていうのは結構あるんで、うん、そういうのはあるかもしれないですけど、けど内側まで潜れたんで、はい、だいたいそういうのはなかったかな。なんかそう。で、戦場と。戦場ですね。結構ジョーカーに対して戦場選ぶ人多いですね、今日は。確かに、うん、戦場は、まあ、けどワリオ戦場強くて、はいはいはい、まあ、どこ拒否ってるかはちょっと分かんないんですけど、うん、あの結構あの台が多くて常に火力が高いのと、うんうん、まあ、割とステージの幅がちょっと狭め、はい、で割と近づきやすいっていうのがいいですね、うん、常に台もあるので、先ほど言ったような村町が終点になってしまうというような事態もなくないですね。常に台がある、はい、かなり横方向に対して強くいけるワリオなんですが、なんかザクレの火力も高い。これ、ね、これちょっとやばいですよ。うまい。おー、あえてのそこでやってきましたね、うん、今むしろなんかそこ行っちゃまずいんじゃないかっていう展開だったんですけど、だってなんか最後までなんか上の方、上から早めにジャンプを使う選択肢を見せて、うん、けどちゃんと逆に本命みたいな。はい、空への当てて場外出して、これもきついですよ。反対側、バイクがあるから反対側、うまいですね。時間も使いつつという感じですが、空下でだいぶ着地ケアしようとしたらかがんでましたね、ジョーカーが。ザクレー、あのさっきのケントの試合もそうだったんですけど、あのキャラの着地付きの多い技っていうのはちゃんと分かってますね。はい、あの台上に技振っちゃった、あの空振った時って結構、うん、うおー出たー、なるほど。発生範囲からできるのかな、あれ。空下ネムルみたいなのが出ました ね、 そうですね。最大じゃないうちは結構おならが、うん、はいはい、発生が早いんで、それで空下、ただのすっぽ抜けから狙っていけるというわけですが、これジャンパーある、掴んだ一瞬で地面に行きました。すごいすごい、なんだこれ。お、これは、いや難しい、そうですけど、読み合い難しい、姿勢がいい、ジョーカーがあえてダウンしてますか、これ、むしろ。いや、むしろ当ててくれると思ったんじゃないですか、さすがに。おお、投げじゃなくて、噛みつき、その場回避もかかる、いいタグ、いいタグでしたか、これは。いや、難しい、あー、けどなんか、ね、もう、すごい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 、そんな楽しそう、エレベーターじゃないですか。エレベーターですね、てかもう、ワリオより台うまく使ってますね。そうですね、まい、正解なのかと。うわぁ、結構、うん、あれですね、ザクレイが今のあの台上に対して無理やり空前とかで、あの無理やり火力を多めに取ってくる読み合いが増えてたのを見越して、こう、うん、ワリオの上様と上様置いてましたね。しかもあれ後ろ側だけ飛ぶんですよね、実は。はい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 、もう今ぐらいしか使い道ないぐらい。おっ、ジャンプある。ジャンプを使わない男バランゴ、あー、けど怖い。おぉ、いい方向でしたね、回避の方向が。さてさて、ということで、まだまだ全然もう5分ぐらいの、はい、気持ち的には5分ぐらいの戦場は、やっぱり全体の、うん、あのステージ全体の広さが結構あるんで、はいはいはい、激痛ラインまではね、体重差も活かしやすいかなと、はい、うまい、うまい、嘘、うん、すごい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 、台うますぎるな、上り下りありますね、あー、これバイクないですよ、多分。いや、もう、うまーい、そこしかない、ジャンプからの速出しムービー、しかも倒しにいた、いや、けどありますよ、これ、お、ちょっと待って、くるから、え、あ、これはやってるけど、いや、むずい、今のすごく難しい、まだちょっとありませんからね。そうですね、もう一回ドラップしなきゃいけなかったんですけど、反対と見せかけて、しかし、もう、クベベが、クベベ今日怪しいですよ、よざましてあー、これは、いやー、神ーこれでしょ、展開が早すぎて追いつきませんけど、どっちもワンタッチ、はい。今よく後ろ空中振りましたね、逆に。そうですね、ここ、これうまい、やっばー、裏側、キアの下スマッシュ、いや、もう攻撃、あの最速攻撃起き上がりしかなかったですね、うん、そのままちょっと怪しいんじゃないかな、うまいっすね、ハイペースですね、常に視線をくぐり抜けるためのタクが。そうですね、しかもなんかいきなりこう、あの撃墜するかされるかのすごい大事な目がいきなりやってくる割に、お互いいいタクを通しますね、通しますというか、いい読み合いしますね、本当に人生だなこの二人のスマブラ、うまいっすね。けどそのアバダンゴさん的にはあのなんかすごい火力で倒しきれそうな展開があったけど倒せなかったっていうのはちょっと悔しいところですよね。
回避を釣り出すところまでは、そうですね、成功してる。あそこで全然勝敗変わるんで、はい、あそこで例えばなんか大よりクエとかしててみたいな撃墜みたいな絶対ありえたので、そうですね、次はうまいことをその回避に上京等のでかい技当てていきたいところです。ウィナーズのアバダンゴに対してリセットかけて本当の最終決戦 16% 高いですね、一発で。じゃあこっちはこっちも数発で重ねていくと、えっ、おっと噛みつきに対してダッシュで平然とねえ差し返します、ね、最速解除のタイミング多分分かってたんでしょうね、最速解除に対してダッシュ入れとか、はい、うまいっすね。そしてまあゆっくりな展開にはなりがちですね、ワリオというファイターから、まあ、時間をかけたいワリオと、はい、あの飛び道具を含めて立ち回りを結構構築するのがジョーカーなんで、その時はねこうエイハがかなり強力な飛び道具なんで、ね、エイハ自体は結構あれなんですよね、隙があったりするんで、はい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 、結構ガン、エイハなんかもうあらゆるものを使った、おっと、はい、立ち割りの強さがジョーカーの強さかなっていう、なるほど、幅広さがやっぱおっと今の結構あの空前警戒したと思うんですよ、うん、で空前来たと思って、うん、ガーキャン空への仕事したらそのタイミングで難、はい、しいですもんが飛んでいった、あれガード継続する人はなかなかいないんじゃないですか、結構ああいうタイミングってみんなジャスがしてたりして話しちゃったりするんで、ジャスがしたりとかね、さらにはなんか真上をスッとスコジャンプで、ね、飛び抜けてくるもんですから動きたくなるシーンも分かりますと、で反対側ということで選択肢も空上にしかないんで、復調したい、うまい、うまい、これは無理だ、あー全体フレームを持ってより長かった、バイクなかったりすると意外と帰れないのが悪いですね。まあまあと言っても1スト勝って1ストおならを当てれば、はい、勝てるのが割よまだありますよ。その人なんかオリクーフェにジャスシールを取り始めましたけど、いやまあもう上手い人はやってきます結構、平然と平然と上手い、崖の食いの強そうですね、持続があって、それさてどう攻めるアバダンゴ、急にもうザクレは時間をかけるモードに入ってますよ、そうですね、あの台をなくなるの待とうかなぐらいの感じですかね、あるかも、でも経由して経由して自分は使う自分が使えるときは使う、うん、で終点が来たと、あっこれうわーそうばしっかり見てましたね、後ろステップを、怖いよく下に判断しましたね、今ここも怖いですよ、そしてやばい、うわー、ウエスパーギリギリまで待って相打ち上等でしたね、いや、まあ、あんだけあのジョークはもう、うん、むやみに上に置いて、まあ、その追いかけずに急降下せずに待ってたらもう回避なんてできないですよ、うん、もう見られて見られて本当に無理ですよね、だってスイーってたら等速直線運動2人とも常にあの、うん、ジョーカーがその技をいつでも触れる位置にずっとうまくしちゃって、そう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 、いやもう無理だ、さすがに暴れるしかねえって暴れたらなんか、うん、ドーンみたいな、プレッシャーのかけ方とそこからの取り方、はい、ジャンプを使わせるまでもね、うまいしね、完璧でしたよ、ね、ゲームジャンプ読んで狩るとかのも大事なんですけど、あのプレッシャーだけをかけ、あの深めの着地があるとか多めにして、はい、あのジャンプを何もないところで使わせるっていうのも結構大事な、大事ですね、読み合いだったりします、はい、またも戦場が出てきましたが、まあ、アバダムさん的にはやっぱり戦場が、うん、負けた時のステージは戦場だって決まってマストであると、しかし我慢強いザクレ、なんか振ってるよみたいな、なんかやってるぞみたいな、崖際で動かないのも大事な夢ですね、動かないんだったら崩しに行っちゃうよって先に動かされちゃうんですね、それもおおっと醍醐味の一つですが、面白さですねこのゲームの、動かないのは立派な選択肢の一つっていう、ということで最初のターニングポイントやってみました、アルセーヌゲージが溜まりそうですよ、パーセント的には結構あのアルセーヌ来てからもそんなにパーセント高くないんで、うん、あのコンボ決めてしまえば、うん、ダメージでアルセーヌをすぐ帰らせることも我は可能なんで、はい、なんか引っ掛けたいですね、ダッシュ攻撃、これが当たるとめちゃくちゃまずい展開、怖い怖い怖い、でこれいいですよ、なるほどシールドしてるけどまだバイクはある、うまいうまい、今入るですね、ウィキオからおなら、うん、確定体はやっぱり最低運なら入んないのかな、うん、結構あの今の発生…おーうまい、はい、あれダウンしたのにやるんですよね彼ら、最近のジョーカー使いは確認さあの対空対地で当たると上に飛ぶじゃないですか、はいはいはい、でそれに対して空へコンボするんですけど、うん、そう対空で当たるとメテオになるんです、メテオっていうかあの
ゼロベクトル技ね、はい、なるん でそこを確認してるっていうのはすごいですね、うん、ヒット確認とかじゃなくてもう状況確認だと思います、はい、空前振るときにギリギリまで相手を見ててでヒット確信みたいなヒット確信でこれは相手の対空に当たったからしかすもすぐ振る、はいはいはい、ここら辺うまいっすね。どうするアバダンゴ、おならもないアバダンゴ、うまいなんかね、おお逆にあの今の読み合った結構スマブラの面白いところなんですけど、はい、あのガードに対して動かされて狩られるっていうのももちろんあるんですけど、はいはいはい、そういう時に逆にあの強気なクエナバレが、うん、何もないところのクエナバレが取ったりするんですよね、うん、面白いところですね。バイク使わせーのですがなかなかやっぱりワリオの復帰が強くて、はい、復帰阻止自体はあまりないですね、うん、そうですね、復帰阻止が決め手になることはそうですね。そうするとやっぱりワリオのもう一回のおっと決め手になっちゃいましたね、なっちゃいましたね、さすがっすね、そろそろ欲しいのかみたいな高い、おお面白い、面白いですね、ここっすよ、怖い怖いうまい、ダウンはちょっと怖い、イヒヒ、どうする、ちゃんと時間使って相手を今度はワリオが逃げるターンみたいな、はい、うまいぞ、必要なパーセントじりじりしてますね、はい、おうまーい、つか何やんだ、しかもうまーい、こあいけるうまーい、うまーい、おしゃれ、いやしかも 今受け身取ってたら死にましたね、倒しに行きましたね、おさったら死にましたね、あれ、うん、今が多分受け身取ってたんで、僕おかしいだろ右側の台から中央台で撃墜するルートがおしかし、ね、溜まってけど復帰は危ない、時間をかけてバイクができるだけ復活するためには時間が必要なんで、ああ、これもあるんじゃないですか、バイクないある、うまい、うん、反対からと外反対側行くと見せかけて、うん、内側と、おっとこれはわあ、我慢、上ギリギリ撃墜しない、やっぱ植木は難しいんですよね、はい、最大だと8000もそういうのもあって、うわあ、危ねー、見えてましたね、ショージャンプが今のダイオリクエルの読みでしたね、さすがに見てからは人間じゃないんで、うん、ここで差し込んでくるだろうっていう、はいはいはい、読みまで合ってましたけど、けどタイミングやっぱり、うん、台から降りてくるタイミングまで読むのは難しいと、あこれは反対側飛べよ、うそギリギリでも来るのか、え、けど復帰するのか、けどどうするのこれ、あということでということでじゃないですけどてか今のあのアルセーヌが来るんで、うん、君に行くべき時なんで、うん、全然間違ってなくて、まあ、本当に正しいですよね、でそこで日和らずちゃんと内側から復帰するザクレイと、うん、で技スカってるやんちゃんと倒そうってあの倒しきるザクレイのこう両方ザクレイうめえなって、うん、なんか攻防うまいとこ出ましたね、本当ですね、ちゃんと相手が空中技打ってくるタイミングですれ違うように回避を通したっていうのが、でちゃんとその後に倒しきると、うん、そこまで行って大丈夫なんかと、はい、おしゃれですね、本当に完璧な試合運びでございました、ということでまたしてもスマパワーザクレイに、はい、そうですね、蹂躙されたと参加したからにはね出たら優勝されると、うん、悔しいですね、はい。